こんにちは。こんにちは。経営ナビ、今週も始まりました。まずはコメンテーターをご紹介します。北海道大学の平本先生とハッピーアロー代表の森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、小澤さん、はい、今日のテーマは何でしょう。今日はですね、うん、冬の経済というざっくりとしたテーマなんですけども。ざっくりですね。はい、ざっくりなんですよ。はい、冬の経済です。はい。はい、まあ、太蔵さんもこの番組でね、しょっちゅう北海道にはこの冬も来てましたけども。はいはい、北海道の今年の冬の気候どうですか？今年寒いですよね。旭川なんかもかなり縛れるっつって言ってまして、うん、はいはい、まあ、雪の多い地域なんかもね、うん、あったんですけれどもね、北海道でも。そしてこのコロナ禍の中、厳しい冷え込みになった北海道ですけれども、はい、新しいですね、動きも続々と出てきているんですね。まずはですね、はい、除雪でございます。除雪、新しい、はい、はい、まあ、北海道民の悩みの一つでもありますけども、ね、雪をなんとかしたらもう個人的にノーベル賞あげたい。本当にそう思う。はい、もうね、僕はね、宇宙行かなくてもいいから雪をなんとかしろって考え方です。その除雪なんですけれども、はい、新しい動きがですね、道内でも始まっています。こちらをご覧ください。先月、札幌のコワーキングスペースに3人の若者が集まり作業をしていた。北海道には来ないね。除雪マッチングアプリを運用する会社ベーシャーウッドのメンバーだ。除雪マッチングアプリスノーベル、除雪をしてほしい人と除雪をしたい人をつないでくれる。岩見沢市、昨年末から今月にかけ例年の2倍以上の記録的な積雪となった。本当に歩道の雪は人の背丈を優にしのぐ高さ。そんな岩見沢の一人暮らしの高齢者の家にベーシャーウッドのメンバー2人がやってきた。この家のご主人の阿部さん、77歳。阿部さんはスマートフォンを持っておらずアプリは使えないが、九州にいる息子がスノーベルに会員登録し除雪作業を依頼したのだ。まあ、私去年屋根から落ちたから気をつけてね。大丈夫ですか？怪我されない？うん、ここから落ちた。それがね、何でもなかった。落ちる瞬間も分かんないから、俺は多分UFO にふーっと落とされたと思う。家の周りの雪をかき出す2人。除雪の技術はお世辞にもうまいとは言えない。アプリ運用の会社を経営する2人。この日は除雪の現場を肌で体験し、アプリサービスの向上につなげようとしているのだ。作業はおよそ2時間かかった。いや、若い人とやるとなんか元気出るようで楽しかったですよ、逆に。札幌市を拠点にしているので、この岩見沢みたいなこの量の雪をあまり目にしてこなくて、正直本当に圧倒されましたね。あ、北海道でもこういうところがあって、そういうところからもオファーが来る可能性があるっていう一個のこの可能性を今日はもう見せつけられたので、本当にやってよかったですね。項目っていうところから、若者たちが間もなくリリースする除雪アプリ、その中身とは。そして会社のメンバーには意外な素顔があった。